仙台市の小学生の皆さん、こんにちは。仙台市長の小和子です。始まりにあたってお話をする時間をいただきました。このキャンペーンについては、この後先生方から詳しい説明があると思いますので、私からは少し色合いの違うお話をいたします。小学生の皆さんに伝えたいことです。聞いてください。先日、私の選択肢。 という詩を読みました今年の晩水若葉賞で優秀賞になった小学校6年生の作品で、えー、修学旅行に本当は行きたかったのに行かないと決めた子の心の動きが描かれています修学旅行の当日行かない自分は学校にいるけれど今頃みんなどうしているだろうと 同級生の楽しそうな様子が何度も頭に浮かぶその度にいやいや行かないと決めたのは私と自分に向けて繰り返すどうして修学旅行に行かないことにしたのかその理由は書かれていません詩の全体を通じて行かないという選択肢を選んだ自分を 作者は必死に受け止めようとしていますそれでも、母が私の顔を見る、大丈夫大丈夫なわけないじゃんか、とか、修学旅行の話し合い、終わると友達が駆け寄ってきて、どうして行かないの友達からの何気ない一言、私だって本当は行きたいのに、 など正直な心の動きがみずみずしく描かれ読んでいる私たちの心を揺さぶります、えー、一体自分の小学校時代はどうだったんだろうこういった作品に出会うとそう思わずにいられませんいつも明るく笑顔で朗らかでいられたのだろうか実際は悲しい時だって 悶々と悩む時だっていっぱいあったっけ小学校時代は初めての経験や出会いが大人よりもずっとたくさんいろんなことを肌で感じ感動したりそして時には傷ついたり一生懸命に何かを探している時期ではなかったかとさえ思います私から 皆さんに伝えたいこと。何かに悩んで、どうしてよいか分からなくなることが、誰にでもあります。でそれは、恥ずかしいことではなく、子供から大人へと成長していく上で当然のこと。親しいお友達へのおしゃべりや、信頼できるご家族に話してみるのでもいい。少しばかりの勇気はいりますが、 誰かに打ち明けてみてみくださいもし誰かに話すのが難しければ鏡に映った自分に向かってでも紙に書き出してみてもいいのです抱えた思いもやもやする気持ちは自分の中にため込まずに外に向かって吐き出すことが大事です皆さんが発する言葉は誰かが 助けの手を差し伸べてくれるきっかけとなるだけでなく、先ほどご紹介した詩のように、誰かの心を動かしたり、また共感を生んだりする力になることさえあるのです。皆さんが踏み出す一歩と健やかな成長を私は心から応援しています。それでは、ここから先は、 各学校、各教室の先生方にバトンタッチをいたしまして、私からのお話は終わりといたします。